エビちゃんです。サムです。もっちゃんです。おはざきカンパニーです。本日の企画は電マフェンシング対決です。こちらの電動マッサージ機を使ってフェンシングをやってもらいます。ルールは今このねちょっと弱点と呼ばれるところにですねシールを貼ってまして、この弱点にこの電マを当てることができたら1ポイントで、2ポイント先に獲得した方が勝ちというルールにしたいと思います。なるほど。なので相手の弱点を狙ってどんどんね、どんどん電マで攻めていってください。うわー、はい、うわー嫌だな。何のプレイだよ。強弱どっち使うかは任せますんで、はい、それでは試合やってみましょう。はい、それでは、はい、電マフェンシング第1試合を始めたいと思います。よし、それでは用意してください。いきます。うわーすげー。今日で行くぞ。よーい、スタート。うわ怖っ。うわ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 。はい、1ポイント1ポイント入りました。最悪や。もっちゃん、1ポイント取られましたけど、まだ俺これ童貞なのよ。電マ童貞、童貞なのよ。使ったことないのよ。しっかりと相手の急所に当てて卒業してください。頑張ろう。第2試合よし、いきます。電マフェンシング、よーい、スタート。はいはい、1ポイント。卒業か。すごい。卒業の証がついてるから、ほんまや。取られてます。取られた。完全にヒットしてます。卒業しました。し1対1でいい試合になってきました、はい、2人ともマッチポイントなのでこのポイントを取った方が勝ちとなります、はい、それでは準備してください。デモフェンシング、よーい、スタート。リーチの長さがずるい。はい、当たってない。はい、スタート。当たった。やめて。ヒットあ、めっちゃ手間取られてる。やめろや。もう止めてよ。終了です。オーバーキルはダメです。オーバーキルはダメです。禁止です。もう卒業からもう快進撃。快進撃。卒業からの快進撃。ゆみちゃん、オーバーキルされました。オーバーキルされました。オーバーキルされました。負けです。ゆみちゃん、敗因は何ですか。電マだと思います。大丈夫です。はい、ちょっと電マフェンシングぜひ面白いんで皆さんもやってください。はい、やってください。クソッツ、扱う慣れてるのに。チャンネル登録お願いします。